頼む。ありがとう。ここは任せろ。ありがとう。やるな。オッケーだ。よう、君のことは聞いてるぞ。武術大会、忍界リーグに出場するためにここに来たらしいな。俺は君の案内役を仰せつかった猿飛び木の葉丸というものだ。よろしくお願いするぞ。これこれというのは口癖で、そのあまり気にしないでほしいぞ。これさて早速で悪いが、いくつか施設に案内したいと思う。まずは VR 忍術闘技場。武術大会に参加する君にとって足しげく通う場所となるだろう。それじゃあ
VR 忍術闘技場に行ってみてくれ。説明はそこでやるぞ。これだね。こちらは六代目火影畑かかし様、今の火影様の先生にあたる方だ。今回の大会中はこの VR 忍術闘技場の責任者をやっていただいている。まあ手伝い程度だけどね。でこの子が報告にあった新しい大会参加者の？はい、そして俺が案内役を仰せつかってます。なるほどね。じゃあ簡単に闘技場の説明をしておこうか。なに、説明自体は簡単だ。うちの里が開発した VR 装置というものを使って好きなだけ修行ができるってだけな。簡単だろ。その装置の面白いところは過去に存在した忍びたちとも戦えるってところでね。もちろん本物じゃないデータ上の存在ではある。それでも彼らの力を実感するには十分な代物だよ。ちなみに忍界リーグの会場は過去の風景がモチーフになっている。これは六代目様や七代目様が活躍された時代で、競い合いたいという忍びたちの要望に応えているからだ。これあの輝かしい時代を舞台に若き忍びたちが真剣に拳を交える。くぅ、燃えるじゃないか。まあ燃えるかどうかはともかく、まずはやってみますか。さて、まずは基本からいきますか。まずは移動だ。俺のところまで移動してみてくれ。それ。次は壁登りだ。この崖を登ってもらうぞ。崖に向かってまっすぐ走っていけば、そのまま登ることができる。よっと。よし、チャクラはうまくコントロールできているようだな。チャクラジャンプを使えばさらに広範囲へ移動することができる。広い谷を越えたいときはワイヤークナイを使うといいだろう。そら、よっと。崖から落ちそうになったときのリカバリーにも使えるから、よく覚えておくように。そら、そら。
さて、次は攻撃方法について説明していくぞ。とりあえず、目の前の練習相手に攻撃をしてみろ。攻撃において重要なのは、相手のことをしっかり注視すること。戦場で相手を見失うのは自殺行為だ。常に気を張っておくようにな。離れた場所にいる相手には、クナイ投げが有効だ。そこ相手が攻撃してきたときは身を固めるんだ。つまりガードだな。ガードを使って相手の攻撃をやり過ごしながら隙を伺うんだ。自分がガードをしているときは攻撃してきた相手を弾き返すことも可能だ。相手の行動を予測して攻撃を回避することも忘れるな。ガードも回避も間に合いそうにない。もしそんな状況になったら変わり身の術を使うといい。変わり身の後は体勢を立て直したり、そこから反撃に転じたりするといいだろう。さて、次は忍術について説明するぞ。知っての通り、忍術は練り上げたチャクラを使うことで発動できるが、その効果は術によって様々だ。ダメージを与えることに特化した術もあれば、身体能力を下げたり、動きを封じたりといった特殊効果を与えるものもある。自分の戦術に合う忍術を見つけ出すのも、バトルを勝ち抜く重要な要素。通常の忍術の他に、奥義忍術と呼ばれるものがある。奥義忍術を発動するには、大量のチャクラを得る必要があるんだが、その威力は普通の忍術とは比べ物にならない状況だ。チャクラとタイミングを見計らって積極的に狙っていくといいだろう。基本訓練はこれにて終了。あとは復習を忘れないように。それじゃあお疲れ様、頑張れよ。まあ、これが VR 忍術闘技場の一連の流れだ。ここの任務は君の力量に応じて追加されていく。強くなりたければ足しげく通うことだ。
ちなみに場合によっては人から任務を与えられることもある。そうだな、例として俺から任務を渡してやろう。これで闘技場に俺からの任務が追加されたことになる。ちょうどいいですね。せっかくですから、これまでの復讐の意味を込めて六代目様の任務に挑戦してもらってはどうでしょう。いい案だ。それじゃあ任務の受け方からクリアするまで一人でやってもらおうか。任務に挑むタイミングは君に任せる。用意ができたら六代目に話しかけてくれ。VR 忍術闘技場を利用するの？ま、あまり力まずに頑張ってちょうだい。始めるぞ。ああ、原稿が里中に。あ、ダメだ。これは俺一人では集めきれない。そこの君、里に散らばった重要書類の収集を手伝ってくれないか。もちろん報酬も渡す。だから頼む。手伝ってくれ。助かったよ。これで全部揃ったね。しかし、まさかまだ見ぬイチャイチャシリーズがあるとは思わなかった。ん？イチャイチャシリーズではない。全く違う本じゃないか。瞬身の術。いや、しかしこれはこれで、ちょっと向こうでしっかり読んでみる必要があるな。瞬身の術。え？報酬？ああ、そうか。
俺としたことがうっかり。いや、君も気になって奪いに来たのかと思ったよ。忘れててすまなかった。約束の報酬はこれね。さて、次こそ本に集中して。この展開は、おお、お疲れさん。よし、 VR 忍術闘技場の使い方はマスターできたって感じだな。これ手に入れた報酬は好きに使ってもらって構わないが、中には鑑定が必要なものもあってな。それをやってくれるのが次に紹介する忍具屋だ。これ、これからそこに向かってくれ。次は忍具屋の案内をするぞ。これ、ここが忍具屋。忍具を買ったり売ったりすることができる場所だ。店主はてんてんさん。忍具に精通しているだけじゃなく、彼女自身も相当な忍具の使い手だぞ。これ、いいこと言うじゃない、このハマル。で、お店と私の紹介をしてくれたのはいいとして、何しに来たの？彼女は鑑定も請け負っている。さっき任務報酬で手に入れたものを見てもらうといい。鑑定？ああ、そういうこと。オッケー。何を見たらいいの？これからも鑑定してほしいものができたら持ってきてよ。今回みたく見てあげるから。よし、しっかり鑑定はやってもらえたな。じゃあ次は今手に入れたものを装備してみるか。装備は旗小屋でできるぞ。これ、旗小屋はここの隣、すぐにわかるはずだ。さあ行ってみてくれ。見かけない顔ね。この方は武術大会の参加者ですよ、さくらさん。今、俺がいろんな施設を案内してるところです。あ、そうなんだ。あなたも大会に？へえ、私は宇治葉さくら。大会運営の人手が足りないっていうから、手伝いをやってるの。よろしくね。で、ここに来たってことは、装備を変更したいってこと？はい。オッケー、そんな難しいことじゃないから、たっ
とやっちゃいましょうか。それじゃ、装備の仕方を教えるぞ。しっかり覚えてくれよ、これ。感じでいいんじゃない？たまには気分転換にイメチェンもありだと思うわよ。また着替えたくなったら来なさい。ありがとうございました、さくらさん。よし、次は誰かを指示して力をつけるとしよう。指示、つまり師匠を作り学ぶということだ。師匠役で適任なのは、俺でもいいが、せっかくだし他の、あ、そういえばちょうどサスケさんが里に戻っているって話を耳にしたな。どこかにっているし。なんだ。あ、いえ、その実は。というわけでサスケさんから教えを受けられればと。そういうことか。だがお前の言う VR 装置があるならば現実の死を立てなくともいいんじゃないか。え？ VR 装置がデータを主としたものなら死もそれで賄えるんじゃないかと言っている。ああ、なるほど。そうですね、確かに無理な話じゃない。死によって成長の仕方は変わるはずだ。忍びとしてどうありたいかによって選ぶと。よし、善は急げだ。早速やってみるか、これ。来たか。任せろ。よう。熱血だ。よし、師匠の登録は無事にできたな。これで戦い方に幅が出てくるはずだぞ。これしばらくはここにいる。用があるときは声をかけてくれ。ありがとうございます。それじゃあ早速師匠と一緒に任務に挑戦してみるか。いいか、師匠と共に戦うときはその動きや師匠の術をしっかり学ぶようにな。師匠と共にいくつか任務をクリアすればきっと新しい力を得得することができるはずだぞ。これThank you.
何をしようか。みんな、よしよし、用意された任務を無事にクリアできたようだな。次はいよいよ君が参加する武術大会について最後の説明だ。説明はあの方が直接行ってくださる。さあ、おかげさまの屋敷に急ぐぞ。これこちらが新たな大会参加者です。すでに里の施設説明は終わりました。おう、ご苦労様だったな、このハマル。さてと、このハマルの説明が終わったってことは、いよいよ本番に挑戦ってことだな。これからお前が挑戦するのは忍界リーグという武術大会だ。対戦は4人1組のチームを組んで挑戦する。相手は国内外から集まった忍びたちだ。どいつもこいつも腕自慢なやつばかりだからな。軽い気持ちで挑戦したら帰り討ちに会っちまうぞ。しっかりと準備して頑張ってくれ。それじゃあ、忍界リーグへの参加の仕方を教えておくぞ。これ、だいたい理解できたな。こっからは自由に大会に参加できる。そんで自分自身の力で最強への道をこじ開けなきゃなんねん。その道がどんなもんなのか、それは歩いた本人しかわからねえんだ。
お前がどこまで道を進めるか、お前がどこまで強くなれるか、しっかり俺に見せてくれ。俺も期待してるぞ。頑張れよ、これ。委員会リーグを勝ち上がるには、君自身の力はもとより、チームワークが重要な要素になる。仲間たちとの連携を考え、自分が何をすべきか、計画立てて行動することが勝利への近道だぞ、これ。